はこれ作るかって思ったカクテル大体材料ない。材料の管理はしっかりして。いい夜ね。今回はグリーンアイズを作っていくよ。美味しいけど意外と知られていないカクテルではないかしら。このカクテルはかなり色も綺麗だからみんなに知ってほしいわ。それでは今回もゆっくりしていってね。早速作っていきましょう。今回はステアで作るわね。まずは氷をミキシンググラスに入れます。カクテルで大事なことは、1に氷、2に氷、3に氷よ。そんなに？材料を入れていくわ。まずは緑。緑はメロン味のリキュールよ。アルコール度数は 20%。 鮮やかな緑色と甘いメロンの風味が特徴ね。緑は 20ml 入れていくよ。メジャーカップは上下で測れる分量が違うから使い分けて正確に測ってね。次はラム。最近登場が多いわね。ジンやウォッカ同様いろんなカクテルに使われるわね。ラムがあるとカクテルの幅が広がるわ。ラムは 30ml 入れていくよ。次はマリブ。マリブは緑と同じで初登場ね。ラムをベースとしたココナッツリキュールよ。アルコール度数は 21%。 甘くて濃厚なココナッツの風味が特徴よ。マリブは 15ml 入れていくわ。お次はパイナップルジュース。これは説明不要ね。パイナップルジュースは傷みやすいからお手軽サイズのトロピカーナがおすすめよ。パイナップルジュースも 15ml。最後はライム。カクテル作り始めて知ったけど、ライムって結構高いのよね。レモンの2倍ぐらいの値段な時もあるわね。果実を絞った方が美味しいから買うけどさ。ライムも 15ml 入れていくよ。ハンドジューサーがあると簡単に絞れるから、皆さんもカクテル作る時はレモンとライムにこだわってほしいわね。スプーンで回して材料を冷やしていくよ。今回忘れちゃったけど、もう少し氷を足した方が良かったな。通りグラスは冷凍庫で冷やしておきました。ゴブレットグラスを使うとおしゃれだけど、あいにく手元になかったからワイングラスで代用。ストレーナーをミキシンググラスにセットして、いくぜいくぜいくぜ。完成。グリーンアイズ完成よ。お疲れ様でした。綺麗な緑色ね。このカクテルは色がめっちゃ綺麗で好きなのよね。では早速飲んでいきましょう。乾杯。うまい。甘くてトロピカルな感じだわ。マリブとパインの甘さの中に緑の甘さとライムの酸味が隠れててめっちゃ美味しい。グリーンアイズの度数は20前後と高め。でもこの甘さと味の融合もあってとても飲みやすいわね。これ女性は好きな方多いんじゃないかしら。夏のビーチで飲むと映えそうよ。ガーニッシュにライムやパイナップルを飾るともっと映えるわね。グリーンアイズのカクテル言葉は見つめないで。なるほど。普段無口で地味だけど実は可愛いみたいなキャラが照れくさそうに見つめないでっていうシチュエーションいいわよね。今のでそこまで妄想できたのすごいわね。この動画が面白かったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で。また見てね。